ちょっとやばくない？わーあ、来た来た来た、いけるいける、うん、今回はいいぜ。はい、こんにちは、松本です。あ、ちょこいです。高村です。あたつ、つるつるつる、カニです。じゃあじゃあこんにちは。じゃあ、初めましてですね。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。ようこそ。今日僕をやっていただけるということで、首がやっぱ悪いのは悪いんですよ。まあ、ドラゴン先生、ちなみにそこにいらっしゃいますか。ドラゴン、こんにちは、ドラゴンです。合ってた合ってた合ってた、バッチリですね。なんですか、今日カニ先生。はい、僕は水玉。はい、ハリ水玉。なんかでも水玉って久しぶりじゃないですか。僕、そうですね、水玉は久しぶりですね。ね、全体通して、そうですね、受けてる数は多いですよ、デビュー当時から数えると。はい、デビュー当時から数えると結構多いんですけど、でも最近はなかったですね、あんまね。おね、僕ばっかりですね。お前ばっかりね。お前デコルテの水玉ばっかりなんです。そうなんですよ。おかしいですよ。そうなので、しかも火のやつですね。はい、あ、水玉で名物。名物見残り名物。見残りって言うなよ、お前。見残りは何声ですか。メルマガの声ですよ。あ、見残り名物ファイヤー水玉。お前、お前、そういうこと言うんじゃないよ。先生、すいません。見守り名物です。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。あ、詰まってるのが見えますね。これは多すぎる、ちょっと油なんかをバシバシと除去してまいります。はい、気持ちいいですよ。うん、そうなんです。この空気の力がね。でも来た感じね、大きいサイズかなと思ったけど、ゆったりちょうどいいかなと思って。いや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 、 MC ハマン。MC ハマン。ちょっとお体の動きを先に見させていただいて。あ、始めます。今回はいいぜ。はい、おそらくまず首ですね、はい、右左ちょっと振り抜いていただいて、はい、はい、まず右と、うん、ほら、そこそこいくでしょ。そうですね、うん、そんなじっくり左とそこそこいくでしょ。大きい左右差はそこまで、はい、なさそうですね。はい、頭こう左右にポコンと倒すの。あら。全然すみません。大丈夫でしょうか。あら、あらあらあら、左の方が気持ちいいって言ってます。これはでも、はい、倒れるものなの。ああ、そうですね、うん、僕もう無理ですよ。かりん先生は倒れてますよ、一歩前も倒れてます。そうか、仕上がってますね、やっぱり。痛いですか。でも痛いです。あ、痛いですか。ここ突っ張ります。はい、ちょっと肩があんまりやっぱり良くないです。ありがとうございます。次、腰ですね、はい、お腹にじゃ手当てていただいて、はい、体ごと右手、あ、さあ、大きなちょっとやばくない、これ。腰やばいですね、うん、ちょっと待って、これ、え、ちょっと待って、もう一回座りの方が、この突っ張りが、ほら、ちょっとやっぱでかかったんだな。あ、無理だ、痛いっす、これ痛いっす。あ、いっちゃう方が、いっちゃう方が、逆に、逆に聞いていただいたので聞いてるんですが、あ、これでも、こっちがやばいっす。もうこれ以上いかないっす。こっち側が痛いから、汚れとか実は残っちゃうんですよ。左が痛いっす。左側の腰が痛いで、これをですね、ここぐらいと、はい、空気の力バランス悪いな。可動域90度ぐらいですね。そうですね。Wi-Fi のマークよりWi-Fi より狭い。ね、そうですね。1時55分。ね、1時55分。意外とちょっと腰もよろしくないということで、今日はちょっと水玉と針でしっかり吸って、針で筋肉の深くまで刺激していこうと思います。はい、お願いします。もうちょっといけると思って。そしてぬくいな、これ、ケツ。これすごい熱いですね、ぽかぽかに。なるほど。ぬくい。寒い北海道なので、ちょっとベッドの下に暖かいのを仕込んで。これ寒がりの人はいいですね、これね。はい、ちょっとお背中失礼いたします。最近さ、水玉やってるじゃないですか。はい、背中の吹き出物すごいんですよ、最近また。一時期収まってましたよね。なんか多分ストレスだと思うんですけど。あら、本当ですね。やばくないですか、結構。結構、うん、こう、ガッツリ来てるんですよね。結構多いですよ。だから多分あれですよ、もうストレスですよ。何かの熱症状っていうやつですね。もう何かは分かってるんですけど。まず早速ちょっと水玉を、はい、入ります。両面焼かれてる気分。
これ背中も熱いですよね。これなんか当たってるんですか。これ遠赤外線っていう、はい、あ、いつものやつ、はい、体の芯から温まるですね。はい、さんのお背中に、じゃあちょっと腰のこのお尻あたりから、はい、はい、やってまいります。お願いします。と、はい、お久しぶりに、いかがでしょうか。結構あ強いですね。結構しっかりわあうわー、わあ、ソワいただきました。いて、結構ケツ痛いな。あ、背中痛い。頭やってんの。肩痛い。全部痛い、ね。いや、全部が。痛い。痛い。肩痛い。あ、これどん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 強くなっていって。あ、いいね、これ。これなんか前の時より、だいぶ吸引強いですね、これ。あ、本当ですか。私の。思いが、ありがとうございます。私の思いが、私のカリスマでドエス傾向が出てます。あ、ドエスなんだ。僕よりもだいぶ厳しめですよ。あ、なるほど。でも大丈夫、僕超高校級のドエムなんで。はい、こんな感じで結構ちょっと今回多めになってますね。そうですね、はい、うん、疲れのところもあるということだったので、この縦のラインは徳脈って言って自律神経とか通ってるラインなんですけど、はい、ここにしっかり水玉をつけてあげることで疲れも自律神経もしっかり整うので、うん、一緒につけさせていただいてます。はい、終わり終わり、あ、ちょっと何して終わり、食べてます。向こうのショート取ってました。今度ショートはいいよ。ショート、はい、こっちショートは終わったんだ。あ、ショート終わったんか。終わったよ、水玉つけたって。水玉つけたもん。炎のところが一番見どころやろ。何してるの。シーゴリさん、向こうに早めに行ったのがダメでした。これあれですか、デコルでやってくれるってことですか、チョコリさん。あ、やりましょう。スライドした方がいいですね。スライドしてから炎を使う。ちょっと札幌まであるんですかそれ。あります。あります。ほらニコニコしてるんですか。もう本当にカリン先生本当にすごいですよ。結構皆さん足とか痛がる方、あ、足も好きですよチョコリさん。足よりもデコルテの方が痛いです。デコルテの方が痛いです。足もデコルテも好きですねチョコリさんは。好きやない。そう、痛がるのを好きっていうのおかしいんですよ。どっちも好きみたいです。はい、ではちょっと今吸い玉をお時間置いてる間に、はい、この間に針を、はい、はい、入れていきます。腰もあまり松本さんよろしくなかったので、はい、はい、尻のあたりから失礼いたします。はい、うん、今ちょっとお時間置いてますけど、そんなに色がついてないような。思うんですよ、健康体という人ほど悪いとか多いで。あ、でも結構そういうのありますね。針はね、もう優しい針。あ、そうですね。あ、カリン先生のは優しい針なんですね。ドラゴン先生直伝の優しい針で。なるほど。だから王子とばっかりやられとったから。だからかもしれない。結構刺激のある。あ、今すごいよ。今見た。筋肉がビクってなったね、やはりで。一番ずんと、はい、高等カギ。プロ患者すぎた。プロ患者さん違いますね、やっぱり。あ、脳天。
はい、脳天、垂直に脳天やったんですけど何のツボですか？これ百会っていうツボになります。リラックス効果があるツボ。あ、リラックス効果があるツボですね。はい、疲れを取るために、はい、疲れを、はい、これで取っていきます。ここですね、はい、脳天に縦ですもんね、これね本当にこちらで全て針をと水道も終えましたので、お時間もう少し置いてます。はい、はい、一缶の入った頭皮用の溶液を、うん、あ、なるほど、はい、打ってまいります。ありがとうございます。アルコールを分解するときに髪の毛を作るために使う素材をですね、実は使ってしまうんですよ。あら、はい、はい、はい、松尾田道中記。余ってる水道かりん先生何しようとかやなカリン先生ニコニコしてどこ情報操作が水玉が余ってるってニコニコしながらおもむろになんか火をつけてるんですけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ショートね、やっと取れますんで、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと安全のために針だけ抜いて、針は抜かなくて危ないよ多分それはもう知ってるから日本一のプロ患者は分かってます。針抜いたら危ないってことつまりしんどい、一応暴れるようにはするけどプロは分かってない頑張って暴れるようにはするけど暴れるようにはアンテナ、はい、はい、はい、これで、あ、アンテナ、これはおけつっていうやつですか？おけつっていうやつですね。なんでおけつって出るんですかね？基本的には余分な血というか良くない血なので、これ体も出したがってるので、それがまたその場合今回ニキビとか肌荒れで出ちゃってるので、それを水玉でこう回してあげて、針で流してあげてっていうことをしてあげると健康体になる。ただこれ対症療法なんで、原因がね、何かストレスとかあったりするんですかね、またね。なんで出るかっつったらね、なんで出るかっつったらドラゴンマジックって言ってほしかったね、俺はね。また俺かよ、マジか、ねえ、せっかく、これが難しい難しいです難しいよ、もうドラゴンマジック何でもできる分雑に振る僕が悪いです、これ僕が悪いです、 100% 僕が悪いです、ね、チョコリー、はい、お前わからんかもしれないけどね、はい、怪我ないからね、はい、より吸い付くんだよ、はい、ああなるほど、膝裏、はい、うわー、あー、体重ボーボー燃えてますね。あ、大丈夫、クラゲは大丈夫だ。クラゲ、膝裏がいて、宇宙が痛い。よく知ってます。ピンポイントで。ショモリ、はい、これはいいわ。あ、これ、おばちゃんも食べたの。これめちゃくちゃ気持ちいい。あ、よかったです。スライドがない分気持ちいいかもしれないですね。座る、ね、めちゃくちゃ気持ちいい。いや、スライドないのいいっすね。ほんと。これいいっすね。これをね、導入しましょう。もっともっと導入しましょう。じゃあ、後でチョコリさんはスライドありの方を試してみましょう。うん。企画があったわ。ごめんなさい。うん。ごめんなさい。どうしたんですか？ちょっと。スライドあった方がいい。まだ覚えてない。冷たさを。湯の森でも。ちょっとなんかブルーな気持ちの時に松尾田道中記、はい、じゃあちょっとお時間が来ましたので水玉を取ってまいります。はい、はい、お願いします。おあー、でも色はやっぱりあまりないですね、腰この辺は真っ白ですね。本当ですね、色あんまついてないですね。結構色つかない方がいいって思う人が多いと思うんですけど、ピンクぐらいだったらすごいいい状態です。はいはい。ただこのように結構もう色ないぐらい真っ白の時とかは虚血って言って、虚血、はい、血がもう巡る血が足りてない状態が増えてしまいます。よし、肩周りはちょっと、あ、お、きたー、きましたね、これがよく見る、結構痛かったですもんね、肩、あ、この辺結構そうですよね。キレイドレモン飲んで、あとプロテイン入れて、うん、はい、おー、うん、うん、あ、でも全体的に気持ちよかったですね、はい、あ、よかったです、久しぶりだな痛くないやつ
ですね。足の水玉を取りますね。スライドがないのはいいですね。これあれよ、スライドをされたら痛いやろなって感じ。でもスライドなかったら気持ちいい。最後にちょっと甲柔って言って後で揉むって言ったんですけど、はい、甲柔ですね。はい、わー気持ちいいです。軽い気がします。そう、左のね、その部分が、はい、そう、えらいなんか脳天まで来るんですよ。脳天まで、脳天までつんってくるんですよ、そこ。何なんだろう。あ、だいぶ取れました。いやでもすごいですね。硬いですか。硬いというか、はい、やっぱりこう飛行機乗ってっていうのを、はい、お疲れが溜まってますね。へえ。結構飛行機とか乗ったりすると雲の上なので紫外線をすごい浴びたりとか、はい、体に悪玉活性酸素っていう悪い体のサビになるやつが結構たまりやすかったりとか、結構飛行機移動多い方は通常の方より疲れがたまりやすいっていうのはよく言われてます。はい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 。多いですもんね。まあ、結構この肩甲骨もあまり柔らかくないと思うので。そうなんですね。これね、剣道の時にすごい不便なんですよ。あ、へえ。肩甲骨が硬いと打突が遅くなるんですよ。はあ。これ気持ちいいですか。うわっ。うん。うわっ。まあ先生ニコニコです。はい。ちょっと腰悪かったですね。カリン先生のコンテスト。左の方が痛いですね。左痛いですね。そう、左の桃の裏が、はい、ここですね。そうですね、はい、そこすごいですね。はい、あ、痛い。違います。あらー、綺麗になってる。あら、綺麗になってるね。すごい。これはぜひ、ね、もうなんか嫁入り前みたいな話。綺麗になってる。ほら、お前できてくるんですけど。そんなに強くめっちゃ痛いとこ行って。ふくらはぎやばいですよね、僕ね。あー、半端ですね。いつもでしょ、ふくらはぎいつもなんか痛がるでしょ、僕。パンパン、パンパンですね。ふくらはぎすごいよね。タキレックみたいなと思うね、僕ね。穴がへこんだ状態で、はいはい、タキレックでした。さっきの、ありました。すごい力すごくかかってるね。うん。いや本当そうなんですよ。めちゃめちゃね、小さいけど頑張ってる。すごい。ありがとうございます。だからフリーザみたいなね。フリーザ。カリン様じゃなくてね。同じ白よね。そうそう、体は小さいけども。戦闘力。戦闘力が高い。私の戦闘力。53万。よくご存知の。明るい気しますよね。全体的にシュッとした。さっき浪人生なんかちょっと。はい、お疲れ様でした。うん、思うんですよ、悟空がね、海王様のところで修行して戻るわけじゃないですか。はい、で海王様が一日間違えたって言うでしょ、うん、あのせいで何人も死んでますから。結構大事です。ピッコロもチャオズも、うん、天津飯も死んでしまいますからね。そうですね。あれ海王様のせいですから。急いで戻ってもね、一日間に合わないね。え、まだ僕5話5話今5話まで行ったんで、ヤムチャでできました、ヤムチャ。あ、そうそう、忘れた、ヤムチャも死んだね。はい、はい、松尾田道中。じゃあちょっと最初との比較をやっていきます。はい、はい、まず首ですね。はい、はい、右左早速見ていただいて。おお、うん、だいぶ良くなりましたね。すごい、だいぶ。おお、カリン先生が見えます。ちゃんと90度向けてますね。すごい。はい。腰ですね。腰ですね。問題は腰ですね。ちょっと待てよ。よし、行きましょう。気合を入れて。行きます。よ、お。あ、いけるいける。うん。ここやったのね。うん。これは。そうですね。うん。あ、いい感じ。で、行きます。お、お、お。
最初90度だったところから。おお、 Wi-Fi Wi-Fi より広い。超えました。広なった。これはすごい。力強いんだ。強いんだ。ご夫婦さん。小さい話して力は強いんだ。あ、足軽。そう。足がめちゃめちゃ軽いです。足めちゃめちゃめっちゃ軽いです。足めっちゃ軽い。筋肉すごい。割れて。あ、そうなんですよ。すごいですか。すごい。おお、すごい、わかりやすい。いやー、ちゃんとすごい覆われてる方は見たことない。いや、足がすごいんですよ。何回も言いますけど、足の筋肉おお、立派。すねもすごいんですよ。すごい。そんなに筋トレしてるんですか。いやいや、剣道だけです。へえ。剣道は手はあんま使わないです。足だけなんで、基本もうずっとこの動きで一歩で決まるんで、ずっと足を動かし続けるんでこうなります。そっか、小学校からずっとこう鍛えられてるんで。ありがとうございました。これ気持ちいいですか。気持ちいいですよ。あら、綺麗になった。あら、えらい綺麗になったんね。おお、このようにこれはぜひ綺麗になってきました。素晴らしい。松尾田道中記、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、マジで軽いっす。すごいっすね。押してる時でも力が強い。そうなんですよ。あれ、なん体重乗っけてるでしょ。体重、はい、ペットにちょっと乗りながら。あ、なるほど、はい、すごいんだよ、すごいんだよ。一回受けに来てくださったらすごいっすよ。いや、マジで。そして針もね、全くその、何もなかったっす。何もなかったっていうのは、そのちょっとあれ、王子の受けすぎてるのかもしれないけど、ね、そうですね、王子的。もうすごい楽ですよ、今。おかげさまで。じゃ、腰がね、軽いんですよ。曲げやすいっていうか、うん、あ、悪かったんだなと思いました。自覚がなかったんですよ、腰は。健康って言ってましたね。もう、そうそうなんですよ。思ってたより首も軽いし、もう、ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりの水玉でね、水玉もね、気持ちいいばっかりでした。でも、尻とかちょっと痛かったけど、ありがとうございます。ありがとうございます。で、松尾田道中記見たと言っていただければ何かありますか。はい、はい、あります。何がありますか、言ってください。あるやつ全部言ってください。なんとなんと、なんと、はい、水玉と針、これ通常それぞれ受けると水玉が8000円プラスで、はい、針が1万円プラスで、はい、合わせて1万8000円相当になるんですけど、うん、はい、はい、この松尾田道中記さんの動画見ていただいた方は特別に初回1枚で、おお、はい、おお、どちらも合わせていただきます。でよろしいですね。はい、よろしい感じで。よろしいです、はいね、あ、ちなみに美濃森さん側の動画でうちの椎武雄がハゲ治療をやってます。もう散々ね、はい、浦野に言われてね、はい、ハゲをとかね、はい、言われて、はい、それをもうどうにか改善しようと頑張っていただきましたね。はい、頑張らせていただきました。なのでぜひ見ていてください。説明欄に全部貼っときますんで、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。すや、映ってなかったでしょ、ギリギリ。映ってました。あ、映ってますよ。はい、ちゃんと踏み台を用意しとかないと。あ、そうか、そうか。あ、それでいい。それでちょいと、うん、こう、膝をね、こう、こんな感じで。怖い。